はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は町田市で開催される子どもの町ミニ町田の認定 YouTuber として、子どもの町ミニ町田の動画制作を担当することになりましたというご報告をさせていただきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、今年の11月19日そして11月20日、土曜日と日曜日ですねに開催される予定の子どもの町ミニ町田、この子どもの町というのは、子どもたちが自分でどんな町にするかっていう風に町づくりから始めて、実際にその町で働いたりとか政治をやったりとか、いろいろなね町を作って、そして実際そのミニ町田本番にはたくさんの子どもたちがやってきて、そこでお店を運営したりとかして、お金を実際にもらって、そのもらったお金で買い物をしたりとか、本当に子どもたちが一から町を作って、それを運営していくっていうような、ドイツのミュンヘンでミニミュンヘンっていうのが行われたらしいんですけど、それの町田版ミニ町田ということで、その子どもの町が今年の11月に開催される予定なんですけれども、子どもの町本番はもちろんなんですけど、それに向けた子ども会議というものが開かれたり、あとは本番の前のプレのミニ町田が行われたりするんですけれども、そちらの方を動画でドキュメンタリーのような形で密着させていただけるということで、その動画を制作するミニ町田認定の YouTuber として動画制作させていただきまして、そしてこちらのチャンネルでその動画を配信させていただけることになりました。そしてですね、もうすでに、ミニ町田第1回子ども会議という動画が、アップロードされておりますので、ぜひですね興味を持っていただいた方はこちらの動画になりますので、チェックしていただければなというふうに思います。そしてですね、今後もこんな感じの日程でミニ町田の、子ども会議そしてプレ本番行われていくんですけれども、そちらの方の動画も順次こちらの、チャンネルでアップロードさせていただきます。そしてね、動画溜まっていきますので、再生リストなどにさせていただきまして、子どもの町ミニ町田というような形で再生リストを作らせていただきたいと思いますので、そちらの方からチェックしていただければなというふうに思います。はい、ということでですね、ミニ町田認定 YouTuber ということでですね、身に余る光栄といいますか、私個人的にもその子どもの町という活動がすごい素敵だなと感じてまして、私の知人の熊切さんという方が代表をやられてるんですけど、ご縁をいただきまして参加させていただいて、第1回の子ども会議動画早速撮らせていただいて、もう本当に子どもさんたちが生き生きと楽しそうに、で自分たちからねどんどんアイデアを出していって街を作っていくっていう、もう本当になんか楽しみだなって。子供ってやっぱり未来そのものですし、子供たちが楽しみながらで自分たちで街を作っていく、それに密着させていただけるっていうことが本当に、まあ、光栄ですし幸せですし、子供さんたちのパワーももらえますし、もう本当に動画撮ってるだけでワクワクして楽しいんですよね、まあ、なのでそういった本当に素敵なものだと思いますので、皆様に、その動画をお届けできることが本当に幸せでございます。そしてね、まあ、俺がこの YouTube チャンネルやってる理由の一つとしても、自分が本当に素敵だなって思うものを一人でも多くの方に伝えたいなっていうこともありますので、まあ、本当にこのチャンネルでそういったことに密着させていただけるということを感謝しながら一生懸命動画作っていきたいと思いますので、ぜひ子供の町ミニ町田、こちらのね子供の町今年開催したら、また来年再来年とどんどん継続的に続いていくイベントになると思いますので、皆様興味を持っていただいた方はそのミニ町田のウェブページも概要欄の方に貼っておきますので、チェックしていただければなというふうに思います。ということでですね、これからミニ町田認定 YouTuber として子どもの町のドキュメンタリー動画頑張って撮ってまいりますので、皆様ぜひそちらの動画ご覧いただければなと、まずこの第1回子ども会議の動画見ていただければなと思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。興味を持っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。